皆さんこんばんは、佐藤真由子です。今日は TBS さんで放送された好きか嫌いかいう時間という番組の放送がありました。たくさんの方に感想を言っていただいたり、見たよって言っていただいたり、懐かしい方から連絡が来たり、そして初めましてってフォローしてくれた方もいらっしゃったりして本当に嬉しかったです。番組ではセクハラはありなんじゃないかという意見と、いじめ問題のニュース報道に関して実名がいいのか悪いのかなんていう意見を言わせていただきました。思ったより使われててちょっと嬉しかったです。これからも、いろんな番組に出たりできるように頑張っていきますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。そして明日からは本格的に、仕事が再始動、お正月休みも終わりです。北参道放送局でですね、明日は番組のスタッフをやって、気をまたキュッと引き締めて、さらに一歩上に行けるように頑張りたいと思いますので、皆さんぜひお気軽にお時間があるときは北参道放送局に遊びに来てくれたら嬉しいなと思っています。そしてあさって1月5日のライブ、集客って難しいです。ぜひ皆さんね、来ていただくのはもちろんお友達や興味がありそうな方を誘って一緒に来ていただけたら嬉しいなと思っています。歌の練習も頑張ってますので、皆さんぜひ遊びに来てください。今回の衣装のテーマはちょっとドレッシーな感じでいきたいなと思ってますので、写真も撮りに来てください。そして下の概要欄に Facebook や Twitter の詳細が貼ってありますので、そちらの方のフォローもお願いいたします。そしてぜひ皆さん始めたばっかりのマヨログですけれども、これからも毎日続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。今ね、2日目で16人になってますので、いっぱい3桁目指してとりあえずは頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ちなみに好きか嫌いかいう時間、私はほとんど坂上忍さんと同じ意見で嫌いが多かったです。ということで皆さん今後もよろしくお願いいたします。ではまた明日。バイバイ。